あっちどっちそっち ADS。 ここからは名張市観光協会週末ガイドのコーナーでございます。さあ本日はですね、ウルフシネ神社さんから、ネギの中森千佳さんにお越しいただきました。中森さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もうなんだかご出演はしていただいているかなと思いますけれどはいね、ちょっと、まあ、今日は本当に雨が降らなくてよかったです。本当にそうですよ ね、はい、ということで、まずはですね、ウルフシネ神社さんの、簡単なご紹介からねしていただければと思うんですけれども、まずはウルフシネ神社のでは歴史についてとかお伺いしてもよろしいですか。はい、ウルフシネ神社はもうほとんど歴史の書物っていうものは全然残ってないんです、はい、っていうのはもうだいぶ皆さんに知っていただけるようになったんですけども、伊賀天正の乱というので織田信長に全て焼き打ちにあって、まあ、神社もそうですし、もちろんお寺も、まあ、信仰のあるものは全て焼き打ちにあってしまって何も残らなくなったと。ただあの神社にあります境内の中にある参道や手水やそういったところに記されているところにあれば、うん、もう参道には明治とかで、またあの灯籠なんかには天保っていう文字も入ってますので、それより以前にはもう必ずあったというふうに思われております、うん、じゃあ歴史としてはもうかなり、そうですね、うん、もう私たちなんかじゃもう計り知れないほど長いんだと思うんですけども、はい、一応私が、まあ、19代で今現宮司である、中森高秀の方で18代の、うん、あの宮司、まあ、管理したというふうには言われてますけども、はあ、そうなんですね、はい、あのホームページ拝見しているともう1000年以上はね歴史がそうですね、こう脈々とつながってるわけですよね。はい、はい、じゃあもうそれはもう本当にもう守り抜いていかなくてはという思い で、 そうですね、なかなか重たい、うん、プレッシャーですけどもそうですか、はい、いやね、大きい神社ですからね。はい、ではですね、まあ、どういった、まあ、ウルフシネ神社さんって神様が祀られているのかっていうのもご紹介いただいてもよろしいですか。はい、一番簡単に言わせてもらいますと、主祭神っていうのがその神社の主な神様になるんです。で、当社の方はですね、主祭神がウナネの神と言います。本当は、まあ、皆さん の、 あの身近にあります名張川のうねりに御神体である石があるんですね、うん、でそれのうねりのふもとにあるというところからうなねですので、もともとは水の神さんなんですけども、水から穀物ができるということで穀物の神さんと言われております、うん、なるほど、穀物の神様、はい、なるほど。じゃあもう結構参拝に来られる方、結構その畑仕事とかなされていらっしゃる方とか、もうそうですね、昔ながらの人っていうのはもうほとんどの方が畑仕事、うん、農作っていうのを作られているので、うん、またあの暦とか暦っていうものもあの神宮さん、伊勢神宮ですねの方からこちらの方はお預かりしておりますので、それをあの、まあ、いただきに上がりたいっていう方もおってくれます。うん、そうなんですね。毎年どのくらいの方が参拝に来られるんですか。もう計り知れないですけども、まあ、もう正月なんかではもう2万人軽く超えるっていうふうに、一度ね、あの野鳥の会じゃないですが、鳥を数える方たちがずっと三日三晩数えてくださったことがあって、その時には2万人超えたそうです。なるほど。まだ数えきれない、もう計り知れないぐらいの方がたくさんね。ありがたいですけどね。ああ、そうですよね、うん。まあ本当に年間通してもたくさんの行事をね、はい、ウルフシネ神社さん行われているということで、はい、まあ今日はね、そういったその行事についてもね、お話をお伺いしていけたらなというふうに思っているんですけれども、はい、それでは早速ですが、まずは、6月30日に行われる神事夏越しの大祓いについてね、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、皆さん知ってくれてます、名護市の祓いっていうのは、名護市ですね、失礼しました、名護市の、そうですね、はい、夏に越すと書いて名護市ということで、そうですね、はい、で名護市っていうのはね、あの日本全てあの北海道にもある神社から、またあの最後九州の方にある神社まで、ほとんどの神社があの名護市の祓いはあります。でそれを特別行っている神社っていうのはすごく数少ないんですね、うん、大きい神社であればあの皆さん知ってると
に血の輪くぐりといって替えで作られた輪をくぐってあるんですけども、あまりねそこまで大きくない神社であるとか、まあ、宮司さんが不在なところかというところはそういったものをできないということでされてないところもたくさんあります、うん、ただありがたいことに当社の方はですね、平成30年の方にですね血の輪の方を茅を名張川の方から頂きに上がって、当社の方の総代理事会で作った上で、皆さんに行ってもらうという試みをさせていただけるようになりました、うん、ですのでまあ、させてもらっております。ただ名護市の払いっていうのも私も勉強不足でなかなか知らなかったんですけども、血の輪って言ってその茅の大きい輪っていうのはなんでくぐるのかと、うん、いうことを、はい、私も勉強させていただきまして。気になりますね、はい、うん、皆さん神話っていうのはご存知でしょうか。神さんにもね私たち人間と同じようにいろんな話があります。その中で、ヤマタノオロチを倒したとされるスサノオノミコトっていうのはもう皆さん知ってくれてる名前だと思うんですけども、そのスサノオノミコトが、旅に出た時、うん、ある、まあ、中国の兄弟と出会ったと。でその兄弟が、まあ、そのスサノオノミコトを一泊泊めてくれるという、まあ、もてなしてくださったんですね、うん、でまたその後何年か経ってスサノオノミコトがまたその地に帰った時、まあ、流行り病があったと。でそれを見たスサノオノミコトがそれではちょっと困るから血の輪と言って茅のものを取って腰につけて小さいものでいいと、輪を作って腰につけて、まあ、身につけておれば生活をしておれば病気にかからないよというふうに、まあ、その兄弟をはじめその土地の人に教えたと。それが初めてだったと。でそれがまあ時を経て大きいものになり今の皆さんがくぐれるような大きいその血の輪になって、まあ、ここに今あるんだっていう風になってるそうです。へえ、そうなんですね。じゃあ以前は腰に巻きつけていたわけですね。そうですね。じゃあ一人一人腰に巻きつけるっていうことがあったみたいです。あったんですね。じゃあその時期からもう蚊帳でなんか作られたものを巻かれてたと。そうそうみたいですね。へえ、なんかこう面白い歴史ですね。そうですね、うん、古事記っていうのもあってまたそういったところにもその神さんの由来であるとか、うん、そういったものが全て書かれているその中の一つにも入ってるそうなんですよ、うん、へえ、そうなんですね。じゃあなんかこうね、まあ、今でこそこう大きな血の輪になってますけれども、なんかこう なんでその大きくなったのかっていうね、そういうところも知れるとまた面白いですよね。そうですね、そうですね、まあ、私の想像であるんですけども、はい、やはり生きていく上でどん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 時代が進んでいくにつれて、うん、まあ、人間の不安とか、はい、私たちが持っていく心配事、うん、そういったものまた病とか、はい、病気っていうのがたくさん出てきて、うん、まあ、その不安がどん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 大きくなっていくにつれて、まあ、その血の輪も大きくなっていったんじゃないかなと思いますね。あ、なるほど、深いですね。そうなんですね。もうなんか一人一人も私の考え方一人一人作るの大変だから大きくしたのかな。そうですね、それもありますよねそうですね、まあ、想像が膨らますだけでもちょっと面白いなと思いますけれども ね、まあ、その血の輪くぐりなんですけれども、ちょっと調べているとくぐり方がなんかあるんですよね、うん、はい、そうです。どのようなくぐり方があるんでしょうか。はい、血の輪のくぐり方の方ですね、少しご説明させていただきたいなと思ってます。はい、一応神社会、皆さんが知ってる神道っていうのでは右と左では左が尊いとされております、はい、ま、ですので血の輪をくぐっていただく時も左から回っていただくんですね。うーん、そして左右左と回って、そしてご神前、皆さんがいつも行ってくださる拝殿の方にお参りに行っていただくと。ただ回っていただくときに唱えていただく呪文があります。はい、呪文、はい、それが一つ払えたまえ、そして清めたまえ、守りたまえ、咲き生えたまえで3回ですね、心の中で唱えながら、左右左と先ほど申し上げた通り、回っていただきます。うーん、一つ一つね噛み砕いてお話しさせていただくと、払いたまえというのはもう一つ悪いことがないように払ってください、はい、清めてくださいというのは今まであったこと、
罪汚れであるとか不安取り除いてくださいと、うん、そして自分の体がきれいになったら守りたまえ、守ってくださいね。で最後先生えたまえ、幸せに導いてくださいと、うん、いう意味を込めて、回っていただくんですね。うーん、なるほど、全てにおいてそういう意味が込められてるわけですね。はい、あ、なるほど。それきっとね、覚えられない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、大きく字に書いて、はい、血の輪の前に置いておきますね。もう自信を持って見ながら、はい、回っていただいたらと思います。なるほど、かしこまりました。はい、でも言葉に出すんではなくて皆さん心の中でね、唱えていただくと、ね、もちろん大きく唱えていただいても結構ですよ。うん。そうですね、まあ、一つでもちょっとでもなんかね、言いそびれてしまったりとかするとそのご利益がっていう感じですか。やっぱり全て良いことにおいて、そうですね、そう会ってくれたら一番いいなと思います。そういうことですよね。ですけど、まあ、はい、それがなくなったから悪いところがあるとかそういうことは全然ないので、うん、自信を持って、はい、自信を持ってね、前を向いて、はい、堂々と渡ってもらえればいいと思います。お見本があるということですので、はい、それを見ていただきね、間違いはきっとないと思いますのでね。ゆっくりと落ち着いて、そうですね、はい、くぐっていただければと思います。よろしくお願いします。あとですね、うちの大原に絡みまして、はい、ちょっとこちらの方でですね、まあ、その先ほど言った通り30年からさせていただいてるんですけども、たくさんの方がもう例年来られるようになりまして、ただ行きたいんだけども行けない、先ほど最初冒頭の方で言わせてもらった通り自分の地域には血の輪がないという方がすごくたくさんおってくれまして、どうにか自分たちにもくぐれるような形でじゃなくてもいいから、まあ何か欲しいっていうことでお守りが欲しいと、うん、血の輪のお守りを作ってくれっていう風な形で、はい、参拝者の方からたくさんまあ、ご要望といいますかお話をお伺いしまして、今年から初めてなんですけども一つ血の輪のお守りも置かせていただこうと思ってるんです。うん、で自分たちの子供であるとか私もそうなんですけども、自分の子供には健康でいてほしいっていうことがあってね、うん、親御さんが送ってあげる、まあ、ちょっと遠くの親戚のところに送ってあげるとか、うん、そういった方で参拝にお受けに来られる方もたくさんおってくれますので、うん、もし何か自分の中で心配事とか不安があるんであれば、うん、一度ね漆根神社の方の鳥居さんをくぐっていただいて、うん、そのお守りもねお受けにいただけたらなと思います。そうですね、まあ、ご家族だったりとかお友達に、ね、まあ、プレゼントにもすごく喜ばれるものだと思いますし、はい、常に身につけていることでなんかその役がね囚、ね、われているような気持ちにもなれるでしょうし、はい、なんかすごく安心感というか、はい、ね、心も強くなれるのかなと、ね、嬉しいこと全部言ってくれますね。もうでも私も もう持ちたいなと思いますもんね。血の輪の守りでも見たことないですからね。すごく綺麗な、ね、うん、本当の竹の色の、はい、いいものができたので、はあ、ぜひ本当にお守りっていうのはね持ってくれる方の心の支えになるものじゃないと、うん、私は全く意味がないと思ってますので、はい、ただあるんじゃなくて誰かから自分は思われてここにいるんだっていうことをね、うん、もう一度再確認してもらえる、うん、そして大祓い自体もその半年にしかありませんけども自分のその今までやってきたこと、うん、まあ、その生活してきたことを振り返ってもらうね、その境目の日として、うん、ぜひ一般の方もね来ていただいて構いませんので、うん、来ていただけたらなと思います。そうですね、もう上半期がこう終わってしまうということでね。そうですね、はい、早いですね、早いですね、もう次は下半期の感じこと、はい、ことですけれどもあっという間ですね。はい、はい、年に2回のお祓いがあるということですけれども、はい、そのもう1回についてもね簡単にご紹介いただけますか。はい、うん、もう一つの方はですねお正月、うん、大晦日の日のお昼1時にさせていただくことになっております。先ほど言い忘れたんですけどもこの名護市の祓いの方は、はい、夕方6時からさせていただきます。うん、もちろん一般の方も来ていただいて一緒に祭典に参加していただいても結構です。わ、うん、かりました、はい、ありがとうございます。血の輪くぐりに関しては別に特に何時頃に来ていただいてもという感じですか。はい、何時に来ていただくのも構わないんですけどもただ血の輪を皆さんにしていただくのが当社の方はちょっと短い
回時間というか期間になりまして、うん、今月6月の27日から30日までになります、はいはい、ですのでね、皆さんよく30日終えられてから、うん、あのやりたかったって言って来ていただくんですけども、はい、もう31日には燃やしますので。あー、そうですか。申し訳ないんですが30日までに来ていただけたらと思います。はい、わかりました。27日から30日の間は血の輪くぐりに、はいはい、あの血の輪くぐりしていただけるということですので、皆さんお気をつけください。はい、お願いします。ですから、ね、はい、ありがとうございます。というお話をしているともう本当あっという間に時間過ぎますね。本当ですね。ねえ、いや、6月30日ではあの改めてですね、どういったことを当日なされるのかだったりとか、皆さんに一言メッセージございましたらお願いいたします。はい、6月30日に名護市の祓いをさせていただきます。皆さんの半年間の不安である、心配事であるとか、また気になること、積み木枯れをこちらの方に来ていただいて、少しでも気持ちが軽くなって帰っていただけたらなと思いますので、よろしければご家族の皆さんと一緒にご参拝ください。お待ちしております。はい、ありがとうございます。6月27日から30日の間は血の輪くぐりもご参加いただけます。そして、行事の祭典の方ですね、祭典の方は6月30日の6時から、午後6時から行われるということで、はい、こちら一般の方もご参加していただけるということですので、ぜひ皆さんお時間がございましたらですね、こちらの方もご参加いただきたいなと思います。ちなみにこの、祭典の時間というのはだいたい1時間ぐらいでしょうか。そうですね、30分間だけの祭典になるんですけども、うん、皆さんが持ってきていただいた、うん、あの人型っていうのをあの一人一人全部宮司さんの方が、うん、あの呼ばれますので、はい、少しお時間の方がいただいて、うん、その後、20分程度で終わりかなというふうになってます。なるほど、わかりました。人型、はい、持ってきていただくんですね。はい、人型っていうのはですね、うん、あの名護市の祓いと一緒に血の輪と同じように皆さんのね、息を吹きかけてもらって、悪いところにちょっとこすっていただいて、うん、で自分の代わりにそれを燃やすと。あー、そういうことなんですね。はい、それはあの、うん、もう一つのお正月の方にも同じようにさせていただきますので、うん、もしよかったらそれまでにね、一応漆神社、神社に来ていただいて、うん、人型の方を持って帰っていただいてね、うん、お名前書いてもらってまたお持ちいただいたらなと思いますので。はい、わかりました。事前にじゃあ人型の方もご準備いただいて、はい、はい、あのご自身の悪いところたくさんも書いていただいて。そうですよ、たくさん書いてください。たくさん書いても全部燃やしましょう、はい、6月30日ですからね、長島の祓い、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、お待ちしております。ありがとうございます。ということで本日は漆神神社さんから、ネギの中森千佳さんに6月30日の長島の大祓についてお話を伺いしてまいりました。ありがとうございました。お騒がせしました。ありがとうございます。ぜひ皆さん血の輪くぐりの方 もう何度でもご参加お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あっちどっちそっち ABS